あげしまったら、お、今追い出した。ファイナル？アンジェリカ。友達。死んじゃな。え、ポコンポニーしたの？זה כאילו המשך של מה שהיה. いつもテレビで話します。リーダーは怠け者です。怠け者何これ。リーサンジョングはインフィニティの弟です。可愛くて面白いです。リーサン夜とても元気です。ラップとダンスと歌としています。ミュンクスとリーサンギョールは結婚しています。ファンは物語を書いてフォトショップをしています。でも本当じゃないです。残念ですね。ミュークスはとてもかっこよくてハンサムです。ウユンはハットの子たちが大好きです。声は作っていいです。ドングとホヤは双子です。いい友達ですから。二人はメインラップとダンスです。日本は2番目に大きい音楽ビジネスですから、韓国バンドは日本語で歌います。でもインフィニティは韓国のバンドと同じじゃないです。日本語全部勉強しましてから日本語で歌いました。今ルキです。インフィニティの歌大体ロックです。日本人ロックが大好きです。インフィニティの歌詞は大体悲しくて暗いです。インフィニティは上手にダンスをしていますから、日本人インフィニティが大好きです。ロボットのダンスです。ドキドキです。インフィニティのメンバーは日本ドラマに出ています。日本でビデオを撮って勝負をしていました。自分のコンセプトをしています。だから日本人インフィニティが好きです。これは日本です。私は例えばありがとうございます。質問がありますか？はい。大丈夫です。女の人をダンスをしていますから。
尺八は竹の笛です。竹笛はもともと7世紀に中国から来ましたが、尺八はちょっと違っています。尺八は穴が5つとおた口があります。尺八のおた口は普通の笛のおた口より特別で大変だから、尺八本当に吹きにくいです。昔日本の旅して尺八を吹いていた僧侶がいました。空想と言いました。尺八を吹くことによって彼らは瞑想をしました。その方法は禅仏教の形で垂禅と呼ばれました。無心欲を強調するために頭に天蓋をかぶっていました。尺八の音は大変多様なので、ほとんどの楽器と一緒に吹くことができます。作り方は長時間でとても複雑で唯一の手作りです。尺八を初めて吹いた時は本当に難しすぎて2週間は音を出すことができませんでした。でも集中的な練習した後で脳が私が吐く息を音楽に変換していると感じました。素晴らしい楽器なのに流行っていません。それでちょっと悲しいです。これは日本の伝統の中でとっても大切なもので保っていた方がいいと思います。誰も尺八を教えてくれる人がいないから、自分で聞いてだけで吹いてみます。これは竹の尺八です。どうぞ見てお願いします。最後に尺八の吹き方をご覧にやります。ご清聴ありがとうございました。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕も
時は例えばいたんだ。目を閉じた心にしか流れ越しに夢を抱くして、恋しそめ金網打ち上り、昼間と違う顔のグラウンドを背に、目指した場所をプールという名の海、水着なんてものないからみんなスーパーだが、誰かが犠牲を発して飛び込んだ夜の帳張りに響く水しぶき、後に続けとばかりに見ない一斉に生えた空見上げるカプカを噛んだ、目の前にある星を眺め多くの夢語り合って探したね、あの流れ星空見上げれば私たちが叩いてる、この星の人たちみたいに流れ星。